さんこんにちは、もかです。今回は今の季節にぴったりなスプリングデザインを作ったので、ぜひご覧ください。どうぞ。今回は新作のスプリングデザインを作りました。全体を透け感のあるチュルチュルなデザインにしたかったので、全体にミラーを敷いた後に今回はデザインをやっていきます。これは渋谷店で最近入荷した新作のミラーです。すごいツヤツヤになって可愛いです。次にマグネットを使っていきます。今回のマグネットは明るめなベージュカラーを使っていき、透け感を出しながら作っていきたいので、うっすらと塗っていきます。2層目はクリアジェルも混ぜて塗っていきます。クリアジェルを混ぜる と全体に透け感が出ること と奥行き感がよく出るので、私的に最近ハマっているやり方です。こんな感じで動かして全体が光るようにしていきます。たらミラーを仕込むためにマットコートを先に引いていきます。今回のメインであるこちらのカラーを使っていきます。このような感じでうっすら塗るとコーラルピンクっぽくなるので、今年一押しのカラーになっております。次にこちらも透け感を出しつつムラ塗りをしていきます。水彩パレットは水で溶かしてやっていくのですが、結構ランダムにのせていきます。のせていくとその時にしか出ないにじみ方があるので、すごく可愛いのでおすすめです。水彩パレットはジェルでは出せない質感が出るので、グッとニュアンスデザインに奥行き感が出て可愛いので、ぜひやったことない方は試してみてください。ただバランスを見つつ水彩で描いた部分を活かしながらカラーをのせていきます。ただ一度ミラーアートを入れるので、全体をマットコートにしていきました。個人的に指がほっそり見えるように華奢なラインを入れるのが好きなので、このような感じでほっそりと線を入れていきます。さりげなく入る感じがとても可愛いです。そしたらこのような感じでベースが完成しました。次にゴールドのミラーを使用していきます。ここの擦りつける瞬間がとっても好きです。こんな感じで本当少量で大丈夫なので擦りつけていきます。今回は普通のゴールドを使用したのですが、他にもベージュっぽいゴールドやもっとキラキラ感が強いゴールドもあるので、お好みに合わせて色味を変えてあげてもとても可愛くなるので、お好きなカラーでお試しください。そしたら全体がこんなデザインになりました。一回引きで見てみたら色味が物足りないなと思ったので、上からカラーを追加していきます。チップやデザインを作る時のポイントとして、全体のバランスを見つつ仕上げるのがポイントなので、一回全体を見ることをおすすめします。ただ最後にコーティングをかけていきます。コーティングをかけたらマグネット部分にぷっくりを入れていきます。今回はニュアンスっぽいいびつなぷくぷく感にしたかったので、固めなジェルを使って凹凸を出しながらぷっくり入れていきます。
この時もバランスを見つつやってみてください。少し高さが気になったので、もう一度トップコートを塗って凹凸を出して塗っていきます。そしたらこんな感じで完成です。肌に馴染むようなコーラルカラーなので、オフィス系の方も試せると思うので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。こんにちは、ギュイです。今回は定額サンプルのチップを紹介していこうと思います。今回作るチップは指名いただいた方限定のデザインになってるんですけど、店内サンプルはスタッフみんなで毎月3種類ぐらい作ってどんどん増やしてってるので、そちらも最後に紹介していこうと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ早速作っていきます。一番最初にマットコーティングにしていきます。ミスミラージュのノンワイプのマットコートです。一番最初にマットコーティングにするのは、この後水彩アートをしていきたいので、それをしっかりのせるためにマットにしていきます。私が作るデザインがこんな感じで、一番最初からカラージェルをのせるっていうよりも、なんかいろいろデザインを入れながら作っていくことが多いので、草を担当させていただくときは結構衝撃を与えることが多い気がします。そしたらこんな感じで5本すべてにのせていくので、ちょっと早送りしていきます。なんか左親指が汚い、ずっとごめんなさい。はい、じゃあのせ終わりました。でこんな感じでマットになっていきます。ちょっとチップなんで分かりづらいかもしれないんですけど、もうすべてツヤがない状態に今なっています。じゃあ次は水彩アートしていきます。でこれ水彩パレットになってるんですけど、本当にめちゃくちゃ可愛くて、もう捨て色がないっていうパレットになっています。で今日はこのゴールドっぽいオーロラを使っていこうかなって思います。水彩はお水で溶かしながら使っていくので、お水も準備しておきます。はい、じゃあ水彩ものせていきます。水彩はもう結構ニュアンスなので、なんかいい感じかなっていう感覚でのせてます。まあ、こんな感じでお水で溶かしていい感じのところにのせていっていきます。まあだいたいそうですね、こんな感じで、こんな感じでのせます。水彩は事前乾燥で固まってくれるので、他のをのせれてる時に乾かしていきます。またちょっと全部一緒なので早送りで。はい、じゃあ乗せ終わりました。こんな感じです。分かりづらいそしたらこの後にカラーを乗せていきます。ルチアの520番と525番です。この2色はすごくお気に入りで、よく私のデザインに登場してくれるカラーになります。2色とも何とも言えない絶妙なカラーです。ルチアのカラージェルはカラーバリエーションがめちゃくちゃあって、すごい全部全色可愛いんですけど、このちょっとクリア感が入ってるようなジェルがすごくお気に入りで、めちゃめちゃ使いやすいです。デザインに入れるのも可愛いんですけど、ワンカラーで塗るのも少しクリア感が入ってて肌に馴染むので、すごくおすすめです。こんな感じの2色になります。少しクリア感が入ってて、何とも言えない可愛い絶妙なカラーになってます。こちらがメルティのクリアジェルになります。このクリアジェルで薄めながら、先ほどの2色をもやもやとデザインを入れていこうと思います。はい、じゃあのせていきます。でこれもまたカラーをのせるのもすごくニュアンスなので、もう雰囲気を全体のバランスを見ながらモヤモヤと入れていきます。カラージェルをのせすぎちゃうと、せっかくの水彩アートが消えてしまうので、消えていかないようにクリアジェルで薄めながらのせていきます。そうするとカラージェルの奥から
水彩の光が見えて奥行き感のあるデザインになります。はい、じゃあ固めていきます。そしてまたこれを5本全部に乗せていきます。この5本全部もすべてバランス、全体のバランスを見ながらカラーを乗せていきます。すべて乗せるとこんな感じになります。この後にミラーを乗せていくので、プリジェルのノンワイプトップコートを先に乗せていきます。このトップコートを乗せることでピカピカのミラーになっていきます。ミラーは大人気でよくこのトップコートを使うので、すごく容器も汚くなってます。そしてこれも5本全部に乗せていきます。乗せていくパウダーなんですけど、シルキーパールという全体に乗せても透け感があって少し光沢感が出るというパウダーを乗せていきます。こういったアイシャドウチップのようなものでミラーのパウダーを乗せていきます。全体に行き渡るように乗せていきます。こういった感じで少し光沢感のあるデザインになっていきます。これが乗せてないものと乗せてるバージョン、ちょっとツヤっとしていきます。そしたらこれも全部に乗せていきます。今回本当にお気に入りの商材ばっかり使ってて、今このシルキーパールは私の右手のデザインにも入っています。乗せ終わりました。乗せ終わったのでダストブラシで余分なパウダーを取り除いていきます。そしたらこれだけだと少し寂しいので、パーツも一緒に乗せていこうと思います。今回はこの少しいびつなパールを乗せていきます。いつもデザインとかはこんな感じで自分の手で想像しながらどこに何をしようかって考えていきます。今日はそうですね、ここに乗せていきます。今回乗せていくパールはパールなんですけど、淡水パールというアクセサリーにも使われているような少しいびつな形になっているので、可愛くなりすぎなくニュアンスデザインに乗せていくのもおすすめです。一つ一つ形が違うのでどこに何を乗せようっていうのはすごく迷うんですけど、デザインやお客様のお爪の形によっていつも合わせて乗せていきます。バランスを見ながら乗せていっています。もう一個乗せていきます。ところにも少しいびつなデザインを入れていきたいので、先にクリアジェルをかぶせてミラーパウダーが外れないようにかけていきます。はい、じゃあそしたら次はネイルダンスのアクリルパウダーで少し凹凸をつけていこうと思います。こういった感じの粉とリキッドを混ぜて乗せていくと固まっていきます。本来は長さ出しや補強をするときに使うものなんですが、これでデザインを入れていこうと思います。そしたらさっきクリアジェルを乗せた3本にデザインを入れていきます。はい、じゃあ早速乗せていきたいと思います。私はこの今までのデザインの中でこれが一番緊張します。これはすごく時間との勝負なので、ちょっと緊張しながら乗せていこうと思います。こんな感じでリキッドを含ませると白玉みたいな感じで、固まっていくんですけど、これを徐々になじませながらいびつな形にしていこうと思います。このいびつな形にも正解はないんで、雰囲気と全体のバランスを見ながら乗せていこうと思います。ニュアンスデザインには本当に正解はないと思っているので、可愛くなる可能性は無限大にあると思っています。はい、じゃあ
全てにのせ終わりました。そしたらこんな感じで少し立体感のあるデザインになります。今少しマットな仕上がりに見えるんですけど、これは最後のトップコートをのせるとチュルンとクリア感のあるデザインになります。そしたら最後にトップコートをかけて完成させていきます。最後のトップコートをかけると今までよりもよりチュルンチュルンに見えてめちゃくちゃ可愛いです。これからだんだん暖かくなっていく季節になるので、春にもおすすめなんですが、夏までも結構長い間おすすめのデザインになったかなと思います。これがさっきアクリルパウダーをかけたチップになるんですが、やっぱりチュルンチュルンになります。感じで全てにトップを乗せていきます。固めてる間に今回使った商材を少し乗せておきます。こんな感じであんまりジェルがないというたくさんカラージェルを使うこともあるんですが、今回はいろんな質感を出したかったので少しジェルは少なめにしてみました。トップコートもしっかり固まったので全て取り出していきます。こんな感じです。チュルチュルちゃんと並べます。はい、こんな感じになります。かわいい。めっちゃチュルチュルうるうるですね。光に当たると余計にチュルチュル感が増します。結構お気に入りです。これは店内サンプルになるんですが、こんな感じで毎月1人2つか3つぐらいみんなで作ってます。スタッフみんなで作るのでいろんなニュアンスデザインがあったり、そのニュアンスじゃないデザインもあったりするので、ぜひチェックしてみてください。